本日の表題にもあった STEAM 教育というところで、週2回のプログラミング、ロボティクス講座、英語の授業が週9時間ほどというところでですね、なんと全ての授業をネイティブスピーカーの先生が担当している。ネイティブの先生が20名以上在籍しているというところで、例えば総研、常駐とか ICU とか、いわゆる帰国生入試枠を受けられるようになると。では続いてがですね、本格的に文杉さんの魅力についてお話できたらなというふうに思っているので、ぜひお聞きいただけたらなというふうに思います。まずですね、本日の表題にもあった STEAM 教育というところで、サイエンスだったりとかテクノロジー、アートですね、そういった最近日本でもよく聞かれるような教育を推進しているというところで、おすすめのポイントにはなっております。で、STEAM とは何かというところはスライドに記載してありまして、教育の目的を持った上で細かく4つのですね、部門を設けてプロジェクトを進めているというところが重要かなというふうに思います。なので、こういったスライドに示してあるようなですね、4つの視点を軸に文杉さんの生徒様たちはですね、学習を進めているというような形になります。で、本日は細かくですね、お伝えするよりかはちょっとポイント分け絞ってお伝えしているんですけれども、具体例としてですね、例えば週2回のプログラミング、ローボティ講座が設けられているということもあったりとか、あとはですね、キャリア探求の項目ではですね、起業家さんを招いてワークショップを行ってですね、より理系とかサイエンス、アート分野に対してですね、知見を広げて将来の展望だったりとか夢を深めて広げていくということができる環境になっているので、そういった意味でですね、すごく魅力的だというふうに思います。で、ただ結構こういった STEAM 教育、理系教育ですね、推進している学校、他にも最近ですと三田国際さんだったりとか、工学院さんだったりとか、そういった学校がですね、積極的に行っていたりところは皆さん聞かれることはあるかなと思うんですが、学校によってですね、その取り組みには違いがありますので、ぜひ学校に足を運んでみてですね、どういった教育を受けたいかなっていうのもですね、お子様と一緒に見られるといいかなと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。では続いてですね、英国授業についてというところでお伝えできたらなというふうに思います。こちらのスライドには中学と高校の授業についてのポイントをまとめております。まず中学校についてはですね、こちら見ていただくと分かる通りに、英語の授業が週9時間ほどというところでですね、だいぶ多くの時間数を設けている学校にはなります。で、そのうちですね、ネイティブスピーカーとの授業が7時間ほどありますよというところでですね、かなり英語力を維持したりとか伸ばせる環境にはなっております。で、そしてですね、文杉さんに関しては英語の授業ですね、複数のレベルに分けてですね、授業を受けられるようになっているので、入試入学の段階でですね、英語力高くお持ちの方はですね、より多くの時間をですね、英語で使ってですね、過ごすこと、学校生活を送ることができるというところでですね、皆さん頑張って英語を高めた上で入試に臨まれております。で、一番上のクラスに行くためにはやはり2級から準級レベルの英語力持っているとよかったりはしますので、こちらも参考にいただけるといいかなというふうに思います。なので細かくですね、学校さんの説明会でしたりとかホームページにはですね、実際その3つのコースのうちどのコースがどれくらいの英語の時間を設けているかというところも詳細伝えられていらっしゃいますので、ぜひそちらもご確認いただけたらなと思います。で、続いてがですね、高校ですね、こちら DD ダブルディプロマープログラムを示しているんですけれども、こちらはですね、なんと全ての授業をネイティブスピーカーの先生が担当しているというところで、数学だったりとかサイエンスに関しても英語で学べるというところで非常に魅力的になります。オールイングリッシュで学べる環境としてはですね、他の学校、広尾学園さん、三田国際さんだったりとか、サレジアン国際さんですね、そういった学校が挙げられるんですけれども、その学校類とですね、同じ枠に入る学校というところでですね、志望校としてすごくいいところかなと思いますので、ぜひですね、チェックいただけたらなと思います。ではいきなり DDというようなですね、アルファベットの並びが出て驚かれた方もいるかなと思うんですけれども、じゃあ皆様が注目されているダブルディプロマプログラムって何かというところをですね、スライドに簡潔にまとめておりますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。その定義としてはですね、カナダのブリティッシュコロンビア州の海外校と文杉さんがですね、連携されておりまして、で、そのプログラムを取ることによってですね、カナダと日本の学校それぞれの高校を卒業した資格、またその大学に向けての受験資格が取れるというところでですね、非常に魅力的なプログラムになっております。で、スライドに示す通りにですね、カナダからその連携している州からですね、ネイティブの先生が20名以上来てですね、在籍しているというところで、あまりですね、帰国生、海外生に知られていない点かもしれないんですけれども、そういった魅力的なポイントがありますので、ぜひチェックいただけたらなと思います。
で、こういったプログラムが敷かれている分杉さんではあるんですけれども、じゃあ実際中学高校でどれくらいの帰国生海外生がいるのかなというところもちょっとスライドの下部に、記載しておりますので、ぜひご覧ください。見ていただくと分かる通りにですね、1年生の場合はですね、1学年の生徒が130人いる中で、だいたい30名ほどがですね帰国生という環境になっているので、非常に多いなというようなところです。で、お伝え、し忘れたところであるんですけれども、分杉さんの入試はですね、本当に帰国生受験の中でもだいぶですね数の多いところになっておりますので、もしですね志望校はなかなか見つからないなという場合にはですね、ぜひ分杉さんも一つ候補に入れて、そういった帰国生入試について、知ったりとか、対策についてイメージを湧かせたりとか、そういったこともできるかなと思っていますので、ご参考にいただけたらと思います。またですね、高校の学年構成に関して言えば、スライドの示す通りですね、こちらも170人いるうちの40名ほどがダブルディプロマコースを取っているというところで、非常にですね注目ポイントかなというふうに思います。で、ダブルディプロマコースの半数以上が帰国生というところも注目されてください。では続いてのスライドですね、引き続き細かく詳細を書いているんですけれども、先ほどお伝えした通りにですね、ダブルディプロマプログラム卒業された後に2つの卒業資格を獲得できるというところで、ぜひですねこちら活かしていただけると嬉しいなというふうに思います。で、カナダの高校の卒業資格に関してはちょっと英語表記で具体的に書いてはいるんですけれども、連携している州の、に属している大学 に向けた出願資格を得られるというところで、こちらは本当に魅力的だなというふうに思っておりまして、やっぱりなかなか国内から海外の大学に行ける高校というのもですね少ない中、分杉さんからならですねどんどん調整していけるというところでですね、もしくは将来的に海外の大学、特にそのカナダに行きたいよっていうところでですね、これまで住まわれていたりとか、そういったこともあってカナダに行きたいという方に関してはですね、ぜひこういったプログラムを活かされるといいかなというふうに思っております。で、またですねちょっと補足的にですね、ダブルディプロマプログラムの中で追加項目があるんですけれども、AP と言われるですね、特にアメリカにいらっしゃる高校生だったりとかが多く履修している科目ではあったりするんですけれども、そういったものもですね導入されていて、特に数学だったりとかっていうのも学べるというところもポイントになっております。なので、こういった AP っていうのはですね、いわゆる大学初年度のですね学習だったりとかをもう高校生のうちに履修してしまおうといったところでですね導入されている科目であったりはしますので、そういった形でですねどんどん先取りをして勉強を進められるっていうところも、ポイントかなというふうに思っております。そういった取り組みのおかげもあって、海外大学進学に関してはその年ごとのですね大学進学者の中に 25% もいるよといったところが注目となりますと。で、またですねすごいことに、こちらの学校を卒業するとですね、国内の大学、例えば早慶、上智とか、あと ICU とか、そういった学校のですねいわゆる帰国生入試枠を受けられるようになると、帰国生としての資格というか海外生としての条件を満たすことができるということもですねありますので、本当になかなか知られていないポイントだとは思うんですけれども、こういった制度を生かすことによって国内の大学受験もうまくですね自分の力を生かして進められるというところが、いいかなというふうに思いますので、ぜひぜひご参考にいただけたらなと思います。